こんにちは。概要韓国の JTBC で2023年6月から8月にかけて放送されたラブコメディドラマキングザランドは、2PM のジュノと少女時代のユナが主演し、キンググループの御曹司とキングホテルのホテリエの恋愛を書いた話題作です。ドラマ内で重要な役割を果たすウォルミドという架空の島の美しい風景は、実際には日本の伊豆大島で撮影されました。その際、撮影にはドローンが活用され、新たな舞台裏が明らかになりました。ドローンによる撮影のエピソード、ウォルミドの美しい風景。ウォルミドの撮影においては、ドローンが空中から島の美しい風景を捉える役割を果たしました。特に火山灰でできた黒い砂浜や美しい海岸線など、島の印象的な要素がドローンによって見事に映し出されました。専門のスタッフによるドローン操作。ドローンの操作は専門のスタッフが担当しました。彼らの熟練した技術がドラマにおける空中撮影のクオリティを向上させました。天候や風向きの影響。ドローンでの撮影は天候や風向きなどの外部要因に左右され、高い難易度を伴いました。特に島の周りでは強風が吹くことが多く、ドローンの飛行が難しい場面もあり、撮影が何度もやり直されることとなりました。ジュノとユナの新鮮な体験。主演のジュノとユナにとっても、ドローンでの撮影は新鮮な体験でした。ジュノはドローンの飛行に興味津々で、ユナはドローンが近づいてくる瞬間に驚きや笑顔を見せ、自然な表情が引き出されました。キングザランドの制作過程では、ドローンが新たな視点からウォルミドの美しい風景を描き出し、主演のジュノとユナにとっても貴重な体験となりました。ドラマの中で見せる美しい自然の風景は、ドローンの技術と役者たちのリアクションが相まって生まれた特別な瞬間と言えそうです。ぜひお楽しみください。チャンネル登録よろしくお願いします。